皆さんこんにちは。以前ニコンさんから発売前の Z30 をお借りしてキャンプの動画を撮影しました。今回はこの時の撮影の裏側を見せながら、普段どんな風に動画を作っているのか、僕なりの撮影方法について紹介してみたいと思います。YouTube に動画投稿を始めるずっと以前から、身近な自然や田舎の風景、星空などを撮影編集することが自分にとっての楽しみでした。自然や田舎の風景を撮影していると、まず自分自身も癒されます。動画を投稿していると、自然の風景や音で癒されたというコメントをたくさんいただくようになりました。そのうち自分だけでなく、動画を見ている人の癒しにもつながればいいなと思うようになりました。その場所にある美しい風景や空気感を自分の感じるままに映像で伝えられたらいいなと思っています。自分にとっての撮りたいものは、そうした風景や空気感、雰囲気のようなものだと思っています。撮りたいものや撮りたいことが決まったら、撮影に行く前に大体の流れ、撮影場所、準備するものなどを簡単に書き出していきます。撮影日の大まかな時間の流れもイメージしておくと、当日の撮影がスムーズです。僕の場合、撮影したいカットのイメージを事前に書き出すこともあれば、撮影場所だけ決めて行き当たりばったりで撮影することもよくあります。事前に細かく決めても予定通りに行くことはほとんどありません。ある程度の流れを頭に置いて、その場所で実際に起こったことに合わせ、撮影の流れをどんどん変えていきます。個人的な方法ですが、僕の場合こういう方法で撮影することが多いです。どのような撮影にしても、自分の撮りたいように自然体で撮影するという感覚は大切にしています。普段の撮影で最低限必要だと思う道具を紹介します。カメラ、レンズ、ND フィルターと三脚、外付けマイクです。以前撮影したキャンプの動画では、ニコン Z30 をお借りして撮影しました。レンズが交換でき、軽くて扱いやすいミラーレスカメラは趣味の撮影に適していると思います。1日撮影をする場合、カメラの予備バッテリーも準備しておくと安心です。レンズによって画角や表現、描写が全く異なります。前回の撮影で使用したのは3つのレンズです。標準ズームレンズは広めの風景を撮ったり、被写体をアップで撮影するとき両方で使いました。日常的に使うレンズとして活用しやすいです。望遠ズームレンズは遠くの被写体や風景に思い切り近寄って撮影したいときに使いました。遠くの風景と近くの被写体を一つのカットに入れ、遠近感をなくす効果、圧縮効果といいますが、こうしたカットを狙って撮影する場合にも活用できます。単焦点レンズは開放の絞り値が大きく、暗い場所も明るく撮影できます。ボケ感も出やすいため、夜間の撮影や背景を柔らかくぼかしたい撮影で多用しました。レンズの種類が多く、奥が深いものです。自分が撮りたい作品や被写体に合わせ、徐々に必要なものを増やしていくのがいいと思います。日中の明るい場所で動画を撮影するときには ND フィルター、明るさを暗くするための原光フィルターが必要です。シャッタースピードや絞り値など、自分の意図した設定で撮影するためにもあると便利なものです。おすすめは可変式の ND フィルターです。1枚のフィルターで原光する量を調整できるので、頻繁に付け替える必要もありません。レンズの大きさに合わせて必要なフィルターのサイズも変わります。購入するときは事前にレンズのサイズを確認しておくようにしましょう。
三脚もとても重要です。丁寧に構図を作れますし、画面がぶれないので落ち着いて動画を視聴することができます。それから自分を撮影する場合にも三脚がなければできません。製品によって使い心地、安定感が全く異なります。三脚に関してはあまり妥協せず、ある程度しっかりしたものを購入しておくことをお勧めします。臨場感のある音が取りたいという方は、外付けのマイクを使用すると音の質感が大きく変わります。小型のフィールドレコーダーも便利です。気になる音は別撮りしておいて編集で組み合わせます。こうすると臨場感のある音を作り出すこともできます。音の使い方で映像の品質は大きく変わります。とても重要な要素だと思っています。今回使用したカメラ Z30 の撮影時の設定についても少し紹介しておきます。まずは露出の設定についてです。カメラには自動で明るさを設定してくれるオートという設定項目がありますが、僕の場合基本的にマニュアルと呼ばれるモードで撮影しています。明るさを設定するにはシャッタースピード、絞り、ISO を設定する必要があります。詳しく説明すると長くなってしまうので大まかな設定だけ紹介しておきます。シャッタースピードは50分の1から60分の1くらいに設定します。絞り値は数字が小さくなるほど明るく、レンズのボケの量も多くなります。 ISO は数字が大きくなるほど明るくなります。暗い場所で撮影するときには ISO を高く設定しますが、あまり高くしすぎるとノイズが出てしまうので注意が必要です。基本的にはこの3つの項目を撮影する場所によって変更しながら撮影していきます。明るさを調整するためには先に紹介した可変 ND フィルターが役立ちます。これから自分で動画を撮ってみようと考えている方は、露出の設定方法について事前に調べてみることをお勧めします。撮影時に忘れず設定しておきたいのがホワイトバランスです。光の色を設定するための機能ですが、ここが間違った設定になっていると色が大きくずれてしまいます。屋外で撮影する場合、基本的には自然光をオートに設定しておくと、カメラが自動的に自然な色に合わせてくれます。室内灯の下で撮影する場合など、極端に色が合ってないと感じるときはホワイトバランスを任意の設定に変更します。クリエイティブピクチャーコントロールはカメラの設定で色合いや雰囲気を調整するための機能です。自分好みの雰囲気に仕上げるために、撮影前にクリエイティブピクチャーコントロールを決めておきます。とりあえずどの設定にするのがいいのかわからないという方におすすめなのはスタンダードという設定です。色鮮やかでコントラストのバランスも良く、風景の撮影にも適していると思います。撮影後にこだわって色を補正したいという方はフラットという設定を使います。ハイライトやシャドウまで広い階調を持った設定で、僕も以前公開したキャンプの動画ではこの設定を使用しています。他にも自分好みの設定があれば実際に適用してみてください。色が変わりすぎてしまうと思う場合は適応度を調整して程よい加減を見つけます。撮影中はあまり考えずに撮りたいものをどんどん撮るようにしています。綺麗な風景、
面白いと思える瞬間に出会ったら、あまり迷わずにレックボタンを押しています。少し多めに撮影しておいた方が編集もしやすくなります。撮影後自分で編集をしてみると、どういうカットを撮っておいた方が良かったのか、自分なりの撮影ややり方が見えてくると思います。次の撮影ではこの時の反省を生かして撮影すると、失敗が少なくなると思います。撮影と編集を繰り返しているうちに、自然と編集の流れをイメージしながら撮影できるようになると思います。今回の動画では、自分なりの動画の撮影方法や撮影の裏側を紹介してみました。僕の場合の動画の作り方を紹介しているので、動画の内容によって、また人によっては全く違った作り方をしていると思います。あくまで参考程度に自分に合った作り方を模索してみてください。また、今回動画の中で使用した機材についてや詳しい情報などブログでも紹介しています。概要欄のリンクからアクセスしてみてください。最後に、この動画の内容について質問などがあればコメント欄にいただければお返事させていただきます。それでは次回の動画も楽しみにしていてください。